皆さん、こんにちは。今回はスマイルファクトリーのルアナをご紹介します。ルアナはスズキエブリーをベース車にした K4 ナンバーの軽バンコンキャンピングカーです。ルアナの最大の特徴がこの横開きのポップアップルーフ、まるでルーフ状にできたもう一つの部屋のようです。ルーフテントと異なり、車外に出ることなく移動できるのもメリットです。ルーフの高さは1メートルあり、大人が座っても十分高く、2名程度が座ることができます。ポップアップルーフをリビングのように使うという新しい提案です。ポップアップルーフの高い位置の窓から眺める風景は特別です。窓には網戸とシェードがついていますので、虫に悩まされることなくくつろぐことができます。サイドオーニングもオプションで用意されています。サイドオーニングはレールに沿わせて固定し、ポールを2箇所立てると完成です。サイドオーニングはレインカバーとしても使用できます。ボディカラーはエブリーで用意されているカラーが全て選択できますが、このツートーンのボディカラーはルアナ専用のオプションです。それでは車内を見てみましょう。このレイアウトは同社のオフタイムトラベラーナゴミと同様です。ポップアップルーフは同社のオフタイムトラベラー2やオフタイムトラベラー3のレイアウトにも仮装できます。オフタイムトラベラーナゴミのレイアウトです。ベッド兼ダイネットと後部左側にギャレーキャビネットがあります。ポップアップルーフがあるので圧迫感の少ない車内になっています。照明はメインライトとスポットライトの組み合わせ、花壇でシャブ台スタイルのダイネットができるほか、ポップアップルーフ内でもくつろげるルーフリビングがあり、セカンドルームとして使用できます。純正のシートはベッドボードの下に畳まれていますので、これを起こすと計4名が前向きに乗車できます。ダイネットはそのままベッドになります。ベッドサイズは助手席側の長さが 2440mm、 運転席側の長さが 1800mm、 幅は全部は 1200mm ですが、後部はキャビネットがあるため 1070mm で多少狭くなっています。ルーフベッドのベッドサイズは長さ 1800mm、 幅 1070mm で、キャンピングカー要件では大人2名が就寝できます。左側のキャビネットにはシンクとシャワーフォーセットが設置されています。カセットコンロを置いて調理もできるでしょう。シャワーフォーセットは引き伸ばして車外で使うことができます。給水タンクはペットボトル3本分で6リッター、排水タンクは5リッターのタンクが収納されています。跳ね上げた扉はテーブルとして使用できます。収納はベッドボードの下が収納になっており、衣類やシュラフを収納しておくのに便利です。深さが十分確保されているので収納力もあります。右側後部には収納ポケットが用意されています。これは断熱効果もあり、窓の結露を防ぐ役割もあります。右側のキャビネットの下にはマガジンラックが設置されています。展示車には助手席の上にポータブル電源が設置されていました。右側のキャビネットには USB 電源と 12V の電源を設置、 100V のコンセントも用意されています。左側のキャビネットには電装系のスイッチが配置されています。エントランスに近く、車内に入る前に照明をオンにすることができます。ポップアップルーフにはオプションで薄型のソーラーパネルを装着することができます。いかがでしたか？ルアナは今までのポップアップルーフの常識を破り、ルーフリビングとでも言えるポップアップルーフの使い方を提案しました。見晴らしの良いルーフリビングでくつろいだり、写真を撮ったり、昼寝をしたり、さまざまな楽しみ方が考えられます。ルアナの車体寸法は全長 3395mm、 幅 1475mm、 全高 1905mm です。
ルアナの使用と価格は下の説明欄をご覧ください。価格などを含めたさらに詳しい比較表はキャンピングカーファンのサイトでご覧いただけます。最後までご覧いただきありがとうございました。